いやー、上田さん。はい。我々マリオとかアクションゲーム大好きじゃないですか。まあそうですね。今回本格的なアクションゲーム用意しちゃいましたよ。本当ですか？では早速、クリックして。デカすぎくん。デカすぎくん？なんだこれ？もうお察しの通り、あの、デキすぎが、あの、デカくなったという。めっちゃデカい！で、それでゴール見えますかね？あ、そうだ、右側に。まあ、ピーチ城みたいな城があるので、はい、そこに行くというだけ。あ、それだけなんだ。そんで、これ、操作感が、むちゃくちゃむずくて、マイケル・ジャクソンみたいになってる。まあ、立ち上がるの、徐々に進んでる。徐々に進んでる。でるそれで、これは、うん。こいつらを踏むとダメなのね。あ、このちっちゃい棒に、うん、ちっちゃい棒人間を踏んじゃダメなのよ。はいはいはい、あ若干あのもっこりしてるのも気になる。できすぎのね、できすぎが。こっち側じゃないな、そっち側じゃないのよ、できすぎ。おお。右足を上げたい。右足上げよう。ね、はいはいはい。これ左足上げんじゃないんだね。前の足は。ちゃうてちゃうて。おー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 おお。棒人間の距離がめっちゃ近いけどな。なんでそんな近いの？これ、俺がミスりすぎて簡単になってくれてる。あ、まあそういうことなのかな。でもこいつらカップル説あるよな。こいつらカップル説あるから。あれまさか、あ死ねえ。リア充爆発。危ないよ今の。危ない危ない。でかすぎ、帰ってきて帰ってきて。足だけは見えてる。なんか足だけは見えてる。でかすぎ。おー帰ってきた。ひょっこり押してる。でかすぎ、お前バレエでもやってたの？おっ、あ、どうしよう。後ろ足を上げる。いやー、ちょっと戻ってきた。これさ、どーこうだ。おー、なんか操作感分かってきたけど、なに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 、時計みたいになってる。あ、めっちゃ飛んで。すごい、バウンド、このバウンド利用すればいいんじゃない。このバウンドを利用、ね、そっちじゃない、そっちじゃない。このバウンドを利用して、まあね、利用して右側に行きたいよ。右側にビョンジャンプしたいんだけど、この見えないとこでやめて。これちょっと美脚戦法でいくわ。美脚戦法？あのこいつ多分100頭身ぐらいあるじゃん。いや、そんなないと思うけど。その足の長さを利用して見て、こうちょんって、はいはいはい、進んでいく。ちょっとずつね、またぎながら進んでって、ラストゴールに行けたよこれ。ナイス。これもっと早くゴールいけるような気するわ。うん、確かに。で、これ足ボトボト出させるじゃん。おー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 。ソーラーを自由に飛んでたよ今。これは9時ですね。時計の針のね。はい、3時。今30分ぐらいプレイしてんだけどさ、うん、でかすぎの足の位置変じゃねえ、なんか。ほんとだ。左足が変なところについちゃってんだけど、ね、これなんかプレイしてたらさ、うん、多分足ずれてく説があんのよ、俺の中で。はいはい。ちょっと試してみていいっすか？いろいろ頑張った結果、こうなりました。なんで？できすぎの足がもうアイスにしか見えなくなってきた。あのカプリコーンのね。そうそう。で、さらにいろいろ頑張った結果、こうなりました。はもう意味わかんねえよ。で、このモードですね、うん、開始するとすぐフェイルとなっちゃうんすよ。失敗しろ、ほら。積みました。このゲーム完全に攻略しました。こうしてゴールです。あ、クソだ。ね、こんな感じで簡単にゴールできるゲームとなってるんで、皆さんもぜひプレイしてみてください。お前バグ使ってんじゃねえか。